このまま迷宮入りにさせるわけにはいけません。ドラマスペシャル迷宮捜査、品川の3人は全員ナイフで滅多刺し。新聞で読んだ。その子一人助かったんでしょう。5歳で家族を全部失うなんて。私たちと一緒ね。犯人を見つけたいと思ってる。こんなひどい殺しは許せん。総一さん係、鷹軍団の底力見せてやれ。所轄とのコンビですね。お前、子供を発見したらしいな。一人残された浩二君のことを考えればメンツなんか構ってられません。199殺しだ。現場は大田区蒲田新町1丁目。マルガイは2名。現在上がってきた証拠は全て同一犯の犯行を示唆しています。なのになぜ合同捜査にならないのか。七海、合同捜査はせん。これは決定事項だ。必ず人の助けが必要になる。自分はずっと一人で生きてきました。またここに来ると思わなかった。ピアニスト中里美佐の正体をきちんと伝える責任があると。その名前で呼ばないで。樋口由紀子はもうこの世に存在しない。死ぬも地獄、生きるも地獄だと。気になったことがあって。正直に話しますよ。同一人物じゃないかもと言い出した。内部犯行説か。お前、俺たちを犯人扱いしようと。まあ決定的な証拠でもあるのか。なぜ妹の身辺調査するんですか。これは重傷だわ。事件解決だけでは終わらない。驚愕の結末。真犯人は誰か。違う、あなたが殺したんだ。迷宮捜査、ぜひご覧ください。30年前、私たち一家は突然の火事に見舞われた。この2階建て100平米、全面燃焼中。検証事件は、お願いします。三方にあり。お母さん、よしろ。至急至急、東証1から東証本部。お母さん、後で助けるから。建物内に逃げ遅れ、4名ある模様。1名は父、ゆきそう頼むぞ。あと女子1、男子1名の模様。お父さん、危ないぞ。大丈夫だよ、ゆきこ、大丈夫。両親を失った私たち兄弟は施設に預けられた。1年後、妹は裕福な家庭に引き取られていった。あの時父は私に、ユキコを頼むと言ったのだ。しかし私たちは離れ離れになった。そして30年後にようやく再会したのだった。
ありがとう来てくれて。この手でよく弾けるな。ハンディが逆に力になったの。素人の感想だから当てにならんが、とても良かったよユキコ。その名前で呼ばないで。ごめん、ついうっかり。樋口ユキコはもうこの世に存在しない。はい、うん、わかった、すぐ行く。仕事？うん、じゃあ気をつけてね、お兄ちゃん。御殿山署の七海陽一郎。ご苦労様です。一家三人が殺害された家はコンサートホールのすぐ近くだった。私は急いで現場に駆けつけた。七海か。ひどいありさまだ。被害者は3人か。まだ分からん。おいで。大丈夫だ。おいで。もう大丈夫だ。皆さんもお久しぶりです。おはようございます。すいません、永原浩二君どこですか？知らん。でも署に呼んでんですよね？知らん。すいません。どいつ。浩二君、食べるか。いいかな。ありがとう。うん、七海、本庁三係の主任香川だ。よろしく。御殿山署の七海です。所轄とのコンビですね。お前子供を発見したらしいな。ええ、うちの班長に見込まれたらしい。よし、俺たちも行こう。
本庁捜査一課三係は高須係長のもと、通称高軍団と呼ばれていた。高軍団の応援のもと、私たち御殿山署の刑事たちは殺された永原一家の交友や怨恨の線を追ったが、残酷な犯罪につながるような手がかりは得られなかった。こんなひどい殺しは許せん。しかし子供が助かったのは奇跡です。なあ、七海。いいか、総一三係、高軍団の底力見せてやれ。よし、必ず保証を追い詰める。終わったな。はい、はい、ベロベロじゃないですか。しっかり持てよお前。あ、みんなうちに来い。はい、飲み直しだ。おい、おい、七海どうも行くんだよ。いや、俺所轄です。ごちゃごちゃ言うなよ。お前はもう高軍団の一人なんだって。行くぞ。そこにこう合わせるみたいなのあるんだ。餃子が焼けましたよ。美味しそう。美味しそう。はい、ございます。突然ですいませんね。うん、トライあれどうぞ。え、特製の。はい、すごいすごいすごい。これ美味しいんですよ。飲んでしょ。ありがとうありがとう。お父さん、せっかく皆さんいらっしゃるんだから起きて、ほらね。朝子さん、朝子さん、大丈夫です。お疲れなんです。寝かしておいてあげてください。すいません。やっぱりね。どうぞどうぞ。読まれるならどうぞ持って行ってください。並べてあるだけなんです。父が本読んでるのなんて見たことないです。高須係長、釣りするんですか。ああ、最近は忙しすぎて全然。釣りされるんですか。ああ、七海どこだ。帰るぞ。ああ、ちょ、すいません。失礼します。おやすみなさい。うるさいよね。どこ入ってんだろ、お前ら。すいません、すいません。どうだ。ありがとうございます。はい。ごちそうさまでした。どうだ。失礼します。待て待て待て。また来てくださいね。ナナミさん。ナナミさん。あの、ナナミさんって独身ですか。ああ。ちょっと、朝から。あの、もしよかったら、お姉ちゃんの手料理持って帰りませんか。プロかおまけですっごい美味しいんです。あ、味はともかく、もしよかった。お姉ちゃん、大丈夫。お姉ちゃん大丈夫ですか。どうした。お父さん、お姉ちゃんがまた。どうした。お姉ちゃん救急車。はい、はい、係長のお嬢さん、彩子さん、当分検査入院だそうだ。前にも倒れたんですか。ああ、生まれつき心臓が悪いらしい。係長も苦労が大変。しかし美人だろう、お嬢さん二人とも。母親は係長の奥さんか。残念ながらお亡くなりになった。奥さんも美しい方だった。あそこに猫の死骸が、ここにもゴミ箱に死んだ鳩が入っていた。うん、鳩を捨てた男をご覧になったとか。キョロキョロ辺りを見回してるから怪しいってピンと来てね、袋を確かめたら案の定。うん、あの男を時々見かけるけど何をしてるんだか。若いのに青白い顔して気味が悪いのよ。ほら、いた。はい、よろしくお願いします。お願いします。久喜雄太、二十歳、大森公園付近のマンションに一人暮らし。近所のピザ屋でバイト。面白いネタ拾ってきたな、おい。まあ、しかし80過ぎのお年寄りの話ですから、あまり当てには。83といってもかなり元気です。話も論理的で観察力もあり。鳩や猫を殺したからといって人も殺したとは限らんだろう。可能性はゼロではないかと。七海、入れ込んでんな。じゃあ他に目撃者が出たら検討するってことでどうだい。帳場が縮小されると聞きましたが。ああ、都内で重大事件連発だからな。このまま迷宮入りにさせるわけにはいきません。七海、本庁の俺たちのところに来ないか。お前さえよければ所長に話をつける。
いい話じゃないか。いつまでも所轄にくすぶってるより高軍団に来いよ。ありがとうございます。考えます。じゃん、読むか。犯人必ず見つけてやるからな。新聞で読んだ。その子一人助かったんでしょう。5歳で家族を全部失うなんて。私たちと一緒ね。俺たちは兄弟で生き残った。でもすぐに別れ別れになった。あの火事さえなかったら。すまん、兄なのに何の力もなれなくて。お兄ちゃんのせいじゃない。これからは俺がお前を必ず守る。ありがとう。生き残った浩二君のためにも、なんとか犯人を見つけたいと思ってる。中里美沙さんですね。サインお願いできますか。表に。いや、私中里さんとお話したいだけ。表に。乱暴だな。もう凱旋公演なんでしょ。ヨーロッパでピアノのお勉強して一角のピアニストになって故郷に錦を飾る。実にめでたい。私もちょこっとだけそのおこぼれに預かりたいだけで。あんたには関係ない。それがそうでもないんですよ。私は自他共に認める正義のジャーナリストでしてね。ふるさとの皆さん方にピアニスト中里美沙の正体をきちんと伝える責任があると。なぜ彼女は本名ではなく中里美沙と名乗っているのかとか。話し合いましょうよ兄さん。条件次第で私は自分の信念を曲げても構わないと。あいててててて て, て, てえな。あんた力任せにつかむからズキズキ傷んできたよ。病院行って診断書書いてきてもらうから治療代と慰謝料出してくださいよ。あいててて本当に痛えや。これは重症だわ。品川で家族3人が不幸な死を遂げてから1年近く経ちますが、残念ながら犯人逮捕には至っておりません。事件から1年が過ぎた。私は高須係長の推薦で警視庁捜査一課に配属になっていた。その間も捜査は続いていたが、犯人につながる有力な手がかりは得られなかった。お父さんの休みずいぶん久しぶりね。ああそうだな。何その気のない返事。そうか。当てましょうか。お父さんが今何考えてるか。カレー好きだよな綾子はな。はあ、やっぱりお姉ちゃんのこと考えてんでしょ。つまらん焼き餅を焼くな。綾子はな、小さい頃から病気がして入退院を繰り返して苦労してるんだよ。分かってるわよ。たまには私にも付き合ってっていう話。おー、これ来てんじゃねえか一緒に。すいません。気をつけろ。なおちゃん。おお、なんだ朝子か。最近大学行ってる？全然見かけないけど。あ、お父さん覚えてない？沢松直澄君、近所に住んでて幼稚園が一緒でよく遊んだ。でも京都に越しちゃって。そうしたら今度私たち
大学で劇的な再会をしてね。混んできた、どこ入ろう。ごめん、またね。ちょっとお父さん勝手に行かないでよ。はい。今どこにいる？羽田近くで聞き込みしてますが。お前はいつもポールポジションにつけてんだ。どういう意味ですか？199殺しだ。現場は大田区蒲田新町1丁目、マルガイは2名。わかりました。はい、すいません。本庁だ。マルガイ2人の人定は？ここの母親と息子です。この放送は小さな車大きな未来鈴木とご覧のスポンサーの提供でお送りします。悔しいが一人じゃ何もできん。生きていけ。自分はずっと一人で生きてきました。鑑識がお前が先着して現場を荒らしててごちゃごちゃ言ってきた。心配すんな、一括しといた。七海ついてるな。本庁で一番乗りだったそうじゃないか。おかげで鑑識にクレームつけられました。心配するな。係長がいる限り高軍団に恐れるものは何もない。マルガイは沢松優子52歳、総日通信外信部勤務。二度の結婚歴があり、病死した最初の夫との間にできた一人息子がもう一人のマルガイ、沢松直澄、24歳です。直澄は慶陵大学の4年生。沢松優子の二度目の夫は大島邦明、54歳、毎報新聞総務部の社員で、3年余りの結婚生活の後離婚しています。死亡推定時刻は両者とも昨日午後6時から7時の間。ホシは台所のガラス戸を割り、鍵を開け、そこから侵入。被害者宅から靴跡1種類31個採取しました。サイズ26センチ前後のサンダルで、おそらくアメリカ製と思われます。はい、捜査本部。はい、高須警部、鑑識から電話です。どうも。今入った鑑識からの連絡内容を伝える。職人にはまだ話してないが、沢松直澄の部屋に星が持ち込んだと思われるタオルが遺留されていた。そのタオルの特定を鑑識に依頼していたが、今治製 B が今治製の B がと判明した。御殿山の帳場に応援で加わった高須係長の3係以外の者は事情が分からんと思う。実は1年前、
品川で家族3人が殺された現場にも同じタオルが遺留されていた。管理官、三係香川です。品川の事件のアメリカ製の26センチのサンダルと凶器のナイフはすでに公表されていますが、タオルのことはずっと放置されていた。すなわち犯人以外には絶対に知り得ない秘密の暴露ってやつで、当然本件は御殿山とここ蒲田中央署との合同捜査になると考えてよろしいですね。いや、合同捜査にはならん。それぞれが別個に捜査をする。三係七海、理由を教えていただきたいんですが、現在上がってきた証拠は全て同一犯の犯行を示唆しています。なのになぜ合同捜査にならないのか。マルガイがカルト教団の本を上司しているので公安が動いているからか。まさか都知事の安全で平和な東京なんてお題目に逆らえないってわけでも。七海、何度も言わせるな。合同捜査はせん。これは決定事項だ。二つの事件の関連性については御殿山、蒲田中央署両捜査本部の捜査の進展を見ながら慎重に判断する。その間マスコミ対策等の観点から犯人検挙まで両本部の捜査員同士の接触は禁止とする。以上だ。私は関係ありませんよ。優子とは3年で別れた。直澄も私の子じゃない。帰宅で当て逃げしたんだってな。そうです。逃げるつもりなかったんですけど、なんか怖くなっちゃって。事故発生時刻を正確に。夕方の6時15分。おです。お待たせしました。どうでした？別れた旦那、死亡推定時刻に当て逃げやらかしてね。事故ったくせにやけに嬉しそうで。似合うな。アリバイ作りか。1年前の品川の一家3人殺しの時のアリバイはどうなんですか？裏取りはまだだが一応聞いてある。そんな雑魚相手にせんでも。ああ、そう言うな。捜査は一歩一歩慎重にだ。でも確かに品川と同一犯だとすると、あの元旦那が続けてあんな残忍な山踏むとは思いませんね。ん、どうした？なんだよ。いやいやいや、さっき管理官七海さんに突っ込まれて無然としてましたね。笑えたなあれ。本当お前は上のことなんて考えないやつだな。一人残された浩二君のことを考えればメンツなんか構ってられません。そりゃそうだ。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。殺された母親の沢松優子の線から何人か浮かんだ。早速当たろう。一人は3ヶ月前トラブった取材先の相手で。係長、母親より息子の線が先では。ホシは持参したナイフでまず直澄、その後帰宅した母親の優子に襲いかかった。先に殺されたからといって息子狙いとは限らん。息子がいるのを知らずに母親を殺そうと上がり込んだのかも。品川の3人殺しとの関連で考えると、星のターゲットは大人で子供が巻き添えを食ったと考える方が自然だ。ついでに言っとくかな、マルガイの沢松直澄は娘の知り合いだ。綾子さん？いや、朝子の方の知り合いだ。小学校まで一緒で大学でまた一緒になった。朝子さんショックを受けておられるのでは？まあ驚いじゃいたが特別親しかったわけでもないらしい。そうですか。係長、仕様があります。もう行ってもよろしいですか？もう少し付き合えよ。休養か。この際言っておきますが、捜査会議の後三係だけでこんなところに集まるのはどうかと。おお、鷹軍団はそうやってずっと一致団結してきたんだ。鷹軍団などという名前も私はあまり。あった、行っていいぞ。いらっしゃいませ。
お知り合い？いい店だな、七海。俺だって長ったらしい打ち合わせより美人と飲む方を選ぶな。中里美沙さんですよね、ピアニストの、ええ、のサインいただけますか？いいですよ。ありがとうございます。どうやら有名な方のようだ。いや、失礼しました。何か飲まれたら。いやいや、こんな高そうな店、とてもとてもすぐに消えます。和を乱すななんて真っ当な説教はせんが、一人で仕事をするんじゃない。必ず人の助けが必要になる。悔しいが一人じゃ何もできん。生きていけ。自分はずっと一人で生きてきました。その話今度ゆっくり聞かせてくれ。じゃあ。お腹すいた。なんか食べてかない？こんにちは。あれからまたいろいろ調べましてね、少しルポ記事書いてみたんですよ。あ、すいません。ここまでは鈴木と正直に話しますよ。品川の手口を真似て、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。なんか掴んだのか。またここに来ると思わなかった。お兄ちゃん、直澄君とはいつもフレンドリーにやってましたよ。優子さんに暴力を振るい、直澄君に陰湿な虐待を繰り返し、そのせいで直澄君は心も体もズタズタにされた。お前は優子さんに離婚された。その後仕事も何もうまくいかず、それで沢松親子を逆恨みして。新さん、勝手に話作られるぐらいなら全部正直に話しますよ。聞いたか、当て逃げの真相。運転してたのは大島じゃなくて奴の愛人の息子らしい。せっかく決まった就職がパーになるのがかわいそうだからかばったんだと昔はがった。おい、ちょっと静かに出せろ。分かってるわよ。向こう行ってろ。もう俺もそんな思ってるでしょ。ふざけた野郎だと思わんか。交通事故悪いよ。当て逃げはもっと悪い。身代わりなんてもってのかだ。でもな、俺が一番頭に来てるのは愛人の息子だってとこだ。いいか、愛人作るなら女房もらえよ。子供欲しいなら女房と作んなさいよって。それが日本の正しい家族の姿じゃないか。あ、なのにお前独り者だな。結婚せんのか。母親なんか孫の顔見たいなんて言うだろう。香川さんは仕事も家庭も両立されて羨ましいです。でもまあこういう家族がいるから俺は捜査ができんだ。家族はいいぞ。香川さん見てると僕そう思います。どうだろう、まあ、こうやってやかましい時もあるからな。おい、ちょっと静かにさせろってだよ。まったくもう。あ、そうだ、ななみ手詰まりだしクッキー追ってみるか。でももし同一犯じゃなかったら、え、こっちの裏書いて品川の手口を真似て同一犯に見せかけたのかもしれない。お前なんか掴んだのか。いや。おい、
今日はピアニストの中里美沙さんが訪ねてきてくださったばかりか、うちのボロピアノで演奏までしてくださいました。みんなもう一度拍手。浩二君のことを刑事さんから伺って、私も何かお役に立てないかなって。ここであんなすごい演奏が聴けるなんて感激です。あの、田代先生はまだこちらに？田代先生は5年前にお辞めになりましたけど、先生のことご存知なんですか？ええ、ちょっと。こうちゃん、最初はポツンと寂しそうにしてましたが、今では何人かお友達もできました。お、上手だな。これ食べるか。じゃん。ありがとう。またここに来ると思わなかった。ユキコ、お兄ちゃん。あの別れがなければ私は今もユキコのままでいられたのに。何があろうと、お前は俺のたった一人の妹だ。ありがとうお兄ちゃん。いつもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。またよろしくお願いします。そいつは1年前の品川の一家3人殺しの時のネタだな。はい。別れた旦那の線も早々に消え、沢松と優子絡みも全部空振りだ。もしお許しがいただけるのであれば、この男をもっと突っ込んで調べてみたいんですが。人の庭を荒らすことになるな。係長、ご提案と情報交換してるんですか？合同捜査しない、捜査員同士の接触も禁止なら上で詰めてくれないと。待て待て、情報交換頻繁にやってる。七海が同一人物じゃないかもと言い出して。品川の3人は全員ナイフでめった刺し、しかし沢松直澄は心臓一突きでした。心臓以外の刺し傷21箇所に生活反応なく、最初に心臓を刺され、それが致命傷になった。後からわざわざめった刺しにして品川とにさせたか。母親も首の後ろをナイフで一突きでした。それにアメリカ製のサンダルの跡が品川と同じではありません。品川は使い込んだサンダル、こっちは新品。しかしサンダルのサイズと種類は同じだ。同じものを何足も持ってるやつはいる。七海の意見は面白い発想だな。ここからは Change for the Better 三菱電機と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。結果が大事だと思いますが。ひどいです。それで噂になってるぞ。貴重な睡眠時間削って釣りしてるバカがいるってな。同一犯じゃないってな、
なんかもっと決定的な証拠でもあんのか。いえ、まだありません。釣り誰に教わった？お父さんか？お父さんお元気かい？ええ、今でもたまに二人で釣りを。そうか、いい風景だな。うちは娘二人で、男二人で釣りなんて羨ましい。息子欲しかったんですか？まあな。しかしこればっかりはどうにもならん。軍団に大勢息子はいるが、親不孝者ばかりだ。殺人事件捜査にご協力お願いします。情報をお寄せください。ぜひご協力ください。お願いします。お願いします。ぜひご捜査にご協力ください。同期の津波だ。何も知ってんだろ。みっともないことしやがる。我々は無能ですって宣伝してるようなもんじゃないか。まあお前との接触は本当は禁止なんだが。クソくらいだ、まあ、なんかねえのかそっちは。ん？わざわざ2つガン首揃えて品川くんなりまで来たんだろう。そっちは1年も先行してんだろう。どうなんだ、そっちとこっちの丸川同士の接点ないか？それも一通りやった。実は七海が同一犯じゃないのではと言い出して。品川の現場の遺留品のタル完全保秘できたのに、大田区の現場に同じものがあった。だから同一犯だろ。遺留品のタオルのことを知るのは御殿山の帳場にいた人間だけです。内部犯行説か。お前俺たちを犯人扱いしようとする。まあ大田区の事件の時のそっちの帳場全員のアリバイチェックしてもらえますか？それを言うならあの時高軍団も応援に来てたろ。もちろんこっちもやります。うん、まあ係長に話してみよう。すまんな。不愉快な話だな。解決しなければ身内から縄付きを出せってか。まあそういうな、念のためだ、協力してくれ。協力はいいが、香川、なんで突然こんな話に？いや、七海と話をしてて。御殿山でも同じ提案があった。提案者はお前と同期の人間だ。経緯より結果が大事だと思いますが。分かった、やろう。4月9日午後6時から7時の間、すなわちこの山の丸貝の死亡推定時刻だが、どこで何をやってたか全員香川主任に報告。香川と七海で裏を取れ。はい。俺はその時間娘の病院にいた。ご面倒おかけします。話は父から聞いてます。捜査する人たちのアリバイも調べるとか。ああ、単なる形式です。じゃあ私お茶飲んできます。あ、行ってらっしゃい。さて、4月9日の午後6時から7時、係長は、いやお父様はこちらに。はい、あの日は昼過ぎに妹が来て、帰ったら入れ違いで父が来ました。3時過ぎかな。それで7時頃までずっとここにいました。あ、もっと詳しく必要ですか？ええ、できれば。いや、もうそれで十分です。ありがとうございます。終わりました。うん、あの、あっちのカフェのコーヒー美味しいです。ああ、七海さんって頑固なんですね。彼女大変でしょ。あ、彼女じゃなかったです。この前偶然お店の前で。有名なピアニストの方ですよね。あ、いや、あの、その話は。あ、じゃあコーヒーおごってください。
死んだ奈緒ちゃんの事件難航してるんですか？毎日新聞見てるけど全然記事出ないし、お父さんに聞いても絶対教えてくれないんです。私嫌われてるから。まさか。私死んだ母親に似てるんです。お父さんとお母さん仲悪かったから。だからお父さん私のこと嫌いなんです。贅沢な悩みです。そうですね、奈緒ちゃんに比べたら私なんか恵まれてますよね。奈緒ちゃんってなんか不幸な一生だったなって思うんです。一人目のお父さんは病死、二人目とは仲悪かったみたいだし。そうだ、小さい頃京都でマンションから落ちたこともあったんです。マンションから？奈緒ちゃんが京都へ越してしばらくして事故に遭ったって聞いて、父と二人で京都へお見舞いに行ったんです。あ、私その時初めて新幹線に乗って走り回って車掌さんに怒られました。直澄くんの音でなんか思い出したことあったら連絡ください。失礼します。事件のこと以外も連絡するかもしれませんよ。殺された沢松直澄の落下事件、そして同じ日に起きた暴力団の抗争事件、一見何の関係もない二つの記事に私の刑事としての勘が動いた。こんにちは。あ、この間ホテルのバーで一度お会いした。七海さん追いかけていらっしゃった時に。ああ、あの時の。ここら辺お住まいなんですか？ええ、まあ。じゃあ失礼します。ああ、どうも。係長。うん。ああ、うん、これ見てください。うん、ずいぶん古い新聞だな。沢松直澄が小学校の時京都のマンションから転落した時の記事です。ネタ元は朝子か。係長も京都まで直澄君のお見舞いに行ったとか。悪いが覚えてない。同じ日に近くで暴力団の抗争事件がありました。こっちは覚えてる。当時俺は四課にいた。バリバリの丸棒だった。矢田部組と隅田会の抗争事件でこの直前にもドンパチがありました。矢田部組のヒットマンが京都の歯医者で隅田会組長を襲撃、居合わせた7歳の男の子が流れ弾に当たって死亡した。死んだ男の子の頭から回収された弾は357マグナムから発射されたホローポイント弾だった。破壊力の強いホローポイントが子供の頭に。ひどい。ひどいとするか！外出ますか？
あんな子供の死体を見たのは後にも先にもあの時だけだ。この世に生を受けてわずか7年で何の落ち度もない子供の命が奪われるなんて。死ぬも地獄、生きるも地獄だと。品川では5歳の男の子が1人生き残りました。生きてりゃなんとかなる。苦労はするだろうがな。並大抵の苦労ではありません。この前嘘を言いました。7歳の時に火事で両親を失い、妹は3歳で、私たちは施設へ入りました。施設での楽しみはピアノ遊びで、よく2人で簡単な連弾をしたものです。そのうち妹はもらわれていき、離れ離れに。妹の養父母はとても教育熱心で、妹が熱心にピアノを習ってると風の噂で聞きました。でもあんなピアニストになるなんて。じゃあこの前の彼女が妹さん？去年たまたま見たピアノのコンサートのポスターが気になって、生まれて初めてクラシックを聴きに行って、そこで何十年ぶりかの再会を果たしたってわけか。イエス、それはよかった。それが良くなかったんです。妹はある事情があって名前を変えて生きてるんです。ある事情？ええ、まだ話せません。込み入ってるようだな。俺になんか話して大丈夫なのか？係長なら。えらく信用されたもんだな。まあ嬉しいよ。一人じゃなかったのね。いや、私はそろそろ。私が彼女を呼んだんです。なら一緒に飲みましょう。今日は私がおごります。じゃあごちそうに。今ユキコのことを話してた。ずっと秘密にしてました。でもたった二人だけの兄弟ですから、係長にきちんと紹介したくて。警視庁から各局、パシフィックフィットネスクラブで発砲事件発生、少なくとも2名が負傷した模様。銃を所持したマルヒは徒歩で逃走。パシフィックフィットネスクラブ、マルヒは20歳くらいの若い。こっちの館内。そうです。散弾銃と思われる銃器を所持。手が足りん。受傷事故。すまんが捜査本部も全員現場に出てくれ。はい、はい。斜め、タクシーの方が早い。はい。試合になるかもしれん。あの男。
で止め。何かあったんですかね。あ、お客さん、お金後で。探す係長は？こちらには来られておりません。大森公園 1-1 公園内で傷害事件発生、 PM1 名が受傷した模様。おい、あ、すいません。現場は第二球場近く、ここからまっすぐ300メートル入ったところです。仏だ。係長、呼び止めて職質かけたらいきなりナイフで襲ってきやがった。痛むが出血は知れてる。腹も刺されたが防弾チョッキで助かった。タクシーで見つけたやつですか？一度見失ったが、随分走らされた。最後は胸に一発、一点の曇りもない適正な拳銃使用だ。仏を拝むか。銃撃事件の？違う、フィットネスクラブとは無関係だ。おかんのか、お前の知ってるやつ。クキですか？猫殺しの。お前ら間違っちゃいなかった。こいつ死ぬ間際に言いやがった。品川で3人、蒲田で2人殺したってな。フィットネスクラブの方は私立高校の2年の男子が自首した。女性スタッフに勝手に入れ上げ冷たくされたんで、相手を殺し自分も自殺しようと父親の趣味である猟銃を持ち出したということだ。近所でも評判の仲のいい家族だったとさ、笑えるだろう。では品川や蒲田の事件とは無関係だったんですね。ああ、二つの事件は高須係長の奮闘で解決だ。よし、久喜の部屋を調べれば品川も蒲田の事件も一件落着だな。行こう。
ここまではチェンジズフォーザベター三菱電機とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。何するかわからん。私のことね。それでは早速私の方から両事件の犯人と断定された久喜雄太の生い立ちから報告を。久喜雄太の本籍出身地は三重県伊賀市。税理士の父明弘と母幸子の間に生まれた。久喜家は地元の旧家資産家で国会議員も輩出しています。久喜雄太は恵まれた環境で育ったが、母親が心臓疾患を患うと父は家族を捨て家出。雄太は病気の母と二人きりで暮らすことに。この時の体験が後の久喜雄太の性格を形作ったものと思われます。家族って一体何だろう。正直僕にはよくわからない。小さい時母さんから殴られた。けれども僕は誰にも言えなかった。母さんは心が壊れていた。母さんはよく明かりもつけない部屋で三面鏡に映る三人の自分の姿に向かってブツブツ話していた。思えば僕は小さい頃からずっと一人ぼっちだった。家族の愛情というものを知らない。そもそも愛情という感情がどういうものなのかわからない。花見、いつまで殺人鬼の作文読んでんだ。お前まさかかわいそうな久喜少年に同情してんじゃねえだろうな。いいか、同情するなら沢松親子にしてやれ。いや、まずは俺が沢松親子に土下座して謝らなきゃならん。あの時猫殺しにこの野郎をもっと追い詰めてれば沢松親子は殺されずに済んだんだ。香川、あれは俺の責任だ。あの時御殿山のネタだと腰が引けた。それでしかし係長は見事に久喜を仕留めた。フィットネスクラブの事件に駆り出されて久喜に出くわすなんて。やっぱり係長は俺たちなんかと違って警察官としてすげえ星の元に生まれたんだと。警視総監賞間違いなしですよ。この際だからな、言っとくか。俺は自慢できるようなことやっちゃいない。そんなことないですよ。いや、謙遜でもカッコつけでもない本心だ。久喜は死んだ。俺が射殺した。もう久喜本人の口からなぜ5人もの人間を殺したか聞けない。七海、お前は星に死なれたことあるか。他は？ありません。ないです。俺は二度目だ。昔連行してた星が隠し持ってた銃で俺を撃った。俺も発砲して星は死んだ。その時撃たれた傷が元で俺は片足が今でも不自由だ。いや、それは係長の勲章です。それからどんなひどい現場でもビクともしなくなって。毎度ションベンちびってるお前とは大違いだな。何言ってるんですか。係長、それはどこの署にいた時のことですか。今の葛飾東署だ。よし、じゃあここでもう一回高須係長に乾杯しよう。お兄ちゃんもピアノ続けておけばよかったのに。そしたら一緒にリサイタルできたかもしれない。間もなくだな。うん。久喜ってやつはバイトかピザ屋で、事件のあった品川の家によく配達してた。なんかトラブルでもあったの？配達が遅いとかトッピングが違ってたとか。ガキの時不幸なやつは何するかわからん。また世間がそう騒ぐ。私のことね。
手出す大人なんて私絶対に許せない。忘れろ、ゆき子。あれは事故で終わってんだ。忘れられない。私人殺してんのよ。事故だ。あいつは自分から足を滑らせて湖に落ちた。あの男は現れんのか。今も全く現れない。いたずら電話もないし。いざとなればうちの係長も力になってくれる。お兄ちゃん好きなのね、高須さんのこと。信頼してる。よかった、お兄ちゃんにそういう人ができて。どうだ、友達できたか。なんかしたいこと聞きたいことあったら何でも言えな。この前七海さんと来たピアノの女の人。おお、それが好き。私たちは死んだ久喜と殺された沢松親子の接点を追ったが、全く見つからなかった。携帯まで追いかけてすいません。いえ、話って何ですか。犯人と直澄君の関係って分かったんですか。いや、ちょっと気になったことがあって。事件の少し前、父と一緒の時偶然直澄君に会ったんです。そしたらその日の夜、直澄君が電話してきて、あっちからかけてくることなかったから驚きました。もしもし。さっきはどうも。あんなとこで会うなんてね。お宅の親父ってさ、昔から足引きずってたっけ。足、私が小さい頃から足を引きずってるけど、なんでって聞いたんです。それで、あ、そうって感じで切れました。今の話係長に。あ、してません。でもその後奈緒ちゃん父と直接話したみたいなんです。直接。一度父が電話で誰かと言い争ってる時があって、足がどうとかって。父は認めませんでしたけど、あれは絶対奈緒ちゃんだと。中里様、お出かけでいらっしゃいますか。ええ。支配人とも相談しまして、やはりお耳にお入れした方がよろしいかと。何でしょう。今日はまだ見かけませんが、中里様のこと調べ回ってる方がいまして。どうした、中入れよ。久喜と沢松親子の接点分かりましたか。いや、品川はつながったのにお前ら何やってんだって毎日上から叱られっぱなしだよ。係長はこっちに。いや、そっちと一緒じゃないのかよ。あ、どうした。品川で3人、蒲田で2人やったと係長だけが久喜から聞いたんでしょう。久喜のメモも日記もあるわけでもないのに。しかし奴の部屋からはあれだけごっそりと証拠品が出たんだ、間違いない。七海、何なんだ。手がかりあるなら何でも大歓迎だ、教えろ。ちょっと失礼。おい七海。
去年に引き続き2度目のツアーで全国13カ所お邪魔します。今からすごく楽しみにしています。高校卒業後ずっとヨーロッパで生活してきたもので、日本の美しい風景をステージの合間にカメラに収め、各地で美味しいお料理なんかもたくさんいただいて、ユキコ。嗅ぎ回られてるって。今日も記者会見に紛れ込んでる気がして。あいつか。男か女か。男。私来週初日でしょ。不安なの。心配すな。今年のツアー終わったらパリに戻る。やっぱり私日本で有名になっちゃいけないのよ。お兄ちゃん、ホテルマンが言ってた人、お兄ちゃんもよく知ってる人なの。ここで二度駅でも偶然会ったわ。帰り必ずここに寄ると聞いたので。何の用だ。なぜ妹の身辺調査するんですか。聞きたいことあれば私に直接聞いてください。香川が困ってたぞ。七海がまだ同一犯じゃないって言ってるってな。久喜のゲロは係長一人聞いただけで他の者は誰一人聞いてません。お前俺を疑ってんのか。奴の部屋から証拠品も続々と出たじゃねえか。逆に同一犯でないとの証明かもしれません。お前の推理小説また今度聞くよ。沢松直澄は
事件前係長と朝子さんに会った。その夜朝子さんに電話があって、彼が係長の足のことを聞いてきたと。心配すんな、名誉の負傷だ、気にしてない。された沢松直澄と高須係長の間に何かあったのか。直澄がマンションから転落して一命を取り留めたという記事が私の頭から離れなかった。私は自分の目で現場を確かめるために京都に向かった。私は直澄が転落したマンションを訪ねた。抗争事件のあった歯科医院はマンションのすぐ近くだった。刑事さんから連絡いただいて、あの時のことをいろいろ思い出したんです。あれからもちろん内装も機械も治療椅子も全部新ししたんや。そやけどやっぱり時々思い出す。亡くなった吉村俊介君のお母さんもだいぶ苦しまれたんやと思うんです。消息分かりますか？今入院してはるそうです。吉村さんは職場でくも膜下で倒れられ、脳に相当なダメージを受けておられます。会話はできます？いや、します。でも自分の言ってることを、相手の言ってることをどこまで理解してるか。警視庁の七海です。吉村静江さんですか？亡くなられた俊介君のことをお聞きしたい。俊介、起きなさい、目を覚ましなさい。ステラバイスターライトビルエヴァンス、毎週あがき電話電話電話ビラビラビラ、ケンタどくなる。俊介君の父親はどなただったんですか？出会った本殿で優しかった。星影のステラ、ビクター・ヤング作曲のスタンダードの名曲です。当時しずちゃんがパーソナリティを務めてた番組にこの曲ばかりリクエストしてくるリスナーがいましてね、困ったことにこれがちょっとおかしなやつでして、まあ今で言ったらストーカーですか。ストーカー？夜中に繰り返ししずさんちに電話、番号を変えると今度は中傷したビラをこことか彼女のうちの近所にばらまいて。健太特撮は？健太ってのは当時しずちゃんが飼ってた猫の名前ですよ。その男に毒を盛られてね、
出会った本殿で優しかった。本殿ってのは？そのあたりの事情はよくわからないな。その後すぐに彼女はここを辞めましたから。で京都へ行って子供を産んで、あんな事件に巻き込まれて。俊介君の父親はどなただったんですか？それはわからないな。彼女は一人で子供を産んで一人で育ててたんです。蒲田からようやく抜けられたと思ったらもう次の事件ですか。最初から弱音を吐くな。赤軍団の腕の見せ所じゃないか。いつにも増して元気いっぱいですね。しね、うん、今度行く本殿はな、馴染みの店が多いんだ。本殿もう言わんか。その昔葛飾東署は本殿東署と呼ばれていたんだ。出会った本殿って今の葛飾東署だ。おい、相変わらず付き合い悪いな。スロー&スマート、積水ハウス。花王とピアニストが消えたって。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。あの日は妹が帰った後3時過ぎに父が来て、7時過ぎまでいました。夕食は5時です。と言っても私ほとんど食べませんけど。夕食の後うとうとして起きたら6時半近くで、もちろん父はまだここに。6時半、時計を見て。時計はこの引き出しの中に。秒針の音が気になって父がしまっておこうって。6時半だとなぜ？テレビです。父が見てたらしくて、音楽番組6時半までのちょうどエンディングで。あ、私本ばっかりでテレビあまり見ないので歌手の人の名前は分かんないんですけど、女の人が歌ってたの覚えてます。失礼ですけども、睡眠薬を時々。係長も知ってる？はい、眠れない時は大概父が飲ませてくれて。そうですか。お役に立てました。はい、失礼します。あの、父が何か疑われるようなことを？いえ、失礼します。おかけになった電話は。中里様は昨日の朝お出かけになったのはお見かけしたのですが、その後お姿をお見かけしておりません。
兄ちゃん、私ユキコ、ナナミ、俺だ。そろそろ心配してる頃だと思ってな。彼女は元気だ。係長、これはどうもこうもないだろう。お前がしつこく嗅ぎ回るから、こっちも少々手荒な真似を。お前、彩子の病院にまで現れたそうだな。七海、取引しないか。お前がこれまで調べた俺に関わる一切合切と、お前の殺人犯の妹の過去と命を交換してチャラにするってのはどうだ。ユキコはどこだ。ユキコは明日初日でしょ。どこ行ったんですか、中里さん。さっきピアニストが消えたって関係者大騒ぎでしたよ。実は明日初日のお客さん全員に私からプレゼントがあるんですよ。私の書いたピアニスト中里美佐の犯罪って小説をお配りしようかと。私はその昔ペンションでバイトしていた時に目撃した高校生の女の子がピアノの先生をダンと湖に突き落とした場面にインスパイアされて書いた小説でね。ヒロインは名前を変えて別人として生きてるんですよ。その女がね、幼い頃に火事で両親が死んじまって養子にもらわれていった。本当の名前は七海由紀子。どうです、面白そうでしょう。お前。はい。高いですよ。でも大丈夫か。ケイさん高級トイレだから。とても大切なことだ。一つ頼みたいことがある。あ、すいません。すいません、閉時間となります。遅かったな。てっきり人殺しの妹を見殺しにするのかと思ったよ。バカだった。信用して妹の話をした自分が。名前を変えたってのがどうも引っかかってな。事情は調べた。まさか人殺しまでやってたとはな。違う、事故だ。殺しだ。沢松さん親子を殺したのは久喜なんかじゃない。係長、あなたが殺したんだ。Thank you.
自分の犯罪を隠すために品川の星久喜優太を利用した。こんにちは。この間ホテルのバーで一度お会いした。七海さんをかけていらっしゃった時。じゃあ失礼します。七海、タクシーの方が早い。はい。あの男、止めて止めて。おう久喜、品川の話片付けようや。大森公園の第二球技場に来い。死んだ久喜の部屋に忍び込み、沢松さん親子殺しの証拠を残した。仏だ。痛むが出血は知れてる。こうして久喜が二つの殺人事件を連続して起こしたようにあなたは見せかけた。久喜と沢松親子の接点が見つかるわけがない。卑劣でおぞましいやり口だ。綾子はもうすぐ死ぬ。俺が人殺しであってはならない。あの子は俺を慕い心底愛してくれてる。小さい頃から病気がちで入退院を繰り返してた綾子はここへ来ると笑顔を見せた。心の底から嬉しそうに笑った。だから何度もここへ通って二人で遊んだ。あの子の笑顔は俺の生きる糧だった。なのにあなたは自分のアリバイ作りに綾子さんを利用した。沢松親子殺しの日、綾子さんに睡眠薬を飲ませ録画番組で6時半のアリバイを作った。テレビ局に問い合わせた。綾子さんが見た女性の歌手は2週間前の出演者だった。そこまで調べたのか。しかしお前が今言ったことも表に出なきゃ何でもない。どうする七海、お前が俺と差し違える気なら妹の過去をばらし、ついでに命も。綾子さんのためと言うが、綾子さんがこの世からいなくなったら。あなたの行動も意味がない。不吉なこと言うな。お姉ちゃんは下にいる。
してごめんなさい。自分が麻子さんに頼んだんです。俺の話は綾子に。何も。お父さん、お父さんがこれから新聞やテレビに出たとしても、お姉ちゃんはもう何も読めないし何も聞こえないって先生が言ってた。そうか。七海。はい。俺はもう何も言わん。その代わり麻子を頼む。はい。七海さんのおかげで姉は何も知らずに亡くなりました。誰もいない家に父と姉を連れて帰ります。話したいことがあります。お父さんは京都に愛人がいました。彼女の名は吉村静江さんという。
人気ラジオパーソナリティでした。ストーカー被害に苦しみ、高須係長に本殿、今の葛飾で相談に乗ったのが交際のきっかけでした。しかし二人の子供の俊介君が暴力団の抗争に巻き込まれ、無残な姿で亡くなったんです。俊介君が7歳の時でした。高須係長は抗争を起こした暴力団の男たちに復讐を果たしました。あまりの恐怖に記憶を消してしまう子供もいます。おそらく直澄君は高須係長のこと記憶から消していたんじゃないでしょうか。それが大人になって再会した時に父のことを思い出した。直澄君はお父さんが足を引きずる姿から記憶を取り戻したのかもしれない。お父さんも直澄君を思い出した。直澄君はお父さんを脅し金を無心したのかもしれない。それでお父さんは品川の三人殺しを真似、直澄君を殺し、偶然帰宅したお母さんを分かりました。母が自殺した理由が父の京都の愛人と子供の存在を知り苦しんでいたんですね。私も母同様、いえ愛情に苦しみます。ごめんな遅刻して。週刊誌記者の柿崎勲が不当に上がった。メモの中にお前の名前が。話が聞きたい。わかりました。
先行ってろ。すぐ行く。はい。あの子のことは俺に任せろ。三人も四人も同じだ。お願いします。この放送は自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王積水ハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。